おはようございます。7月23日火曜日朝6時半の相場解説になります。えー、今日はですね、ボラティリティが減少しているところに立ち会っているわけなんですけども、まずは冷やしを見ていきましょうか。冷やしで、直近で大きな、えー、ところ、陰線といえばこの青いやつですけども、その次にさらに小さな陽線が出てますね。その次の陽線はほんのちっちゃいものなんですけども、その次の陰線がまた小さいものということで、えー、大きさがどんどんちっちゃくなっているところがあります。もちろん この辺りもね小さいものが挟まってるわけなんですけどもこれとこれってのはまあ材料が主に、えー、大きさを作ってると思うんですよということは材料の影響が徐々に少なくなってきていてここからテクニカルがあまたね首をもたげているところかなと思いますそれがまあ冷やしの見方ですねで4時間なんですけども4時間も上下がだいぶ決まってきまして だんだんこの高値がね、えー、こういう風に小さくなっていって安値もこういう風に小さくなっているところで、まあ、トライアングルを見ることができると思うんですよこういう風にねでこれは見方によってはね下落トレンドを作ってるようにも見えますで昨日はここを抜けていかなかったんで、まあ、上昇トレンドになっていかなかったっていうことなんですよねだからしばらくはこの下落のトレンド気味な三角形トライアングルを作って横に伸びていくっていうことなのかなっていうところですね で、最後、1時間軸ですけども、1時間軸につきましては、もう完全なるね、これトライアングルが見えると思います。ですんで、上下の幅をどんどんね、少なくしていって、そしてまあ、釣り合ったところでブレイクをどっちかにしていくって形なんで、まあ、その瞬間をね、エントリーで狙い撃ちしたいなっていうところが今日の方針です。えーと、まあ、こんなところかな。昨日もね、トライアングルに見えて、 手はいたんですけども若干ねうまくいかなかったところがあるんで、まあ、今日が本番かなってところです。それではよろしくお願いします。